はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は許可をいただきましたので、 NHK 杯戦決勝戦、稲葉八段対斉藤八段の一局のハイライトをやらせていただきたいと思います。先手が稲葉八段、後手が斉藤八段で角換わりの進行になりました。そして斉藤八段が14手目6四歩と、初見の方はちょっとドキッとする手を指すんですが、この手は結構深い意味がありますので解説していきたいと思います。ここで普通なら3三銀と上がって2四歩の交換を防ぐ手なんですが、それに対しては3六歩、6二銀、3七桂から4五桂を狙う急戦がなかなか厄介で、後手を苦しめていたというところですね。4五桂と跳ねる手がこの今上がった3三の銀に当たってしまうと、そういう背景があります。この展開も十分後手としては有力なんですが、それを少し警戒した一着という形になっております。またここで6二銀と上がる手も、3三銀を保留する手もあるんですが、これに対しては1六歩、1四歩に2四歩から積極的に仕掛けていく手が実際に永瀬王座が指した手順でございます。で、同歩、同飛車に3三角で従来は無理とされていたんですが、3四飛車と横歩を取りまして、で、仮にここで8六歩なら同歩、8八歩、同銀、同角成に、3二飛車成と金が取れてしまうということですね。この時6二銀に変えて6四歩とついておけば3二の金に紐がついていたので大丈夫ということになります。なので、8六歩はちょっと無理なんで4一玉とかで戦っていくんですが、先手はこう1七桂馬と端に桂馬を跳ねる手を含みに戦っていくということで、この急戦がちょっと意外と有力ということが分かってきたので、後手が避ける傾向になりました。ということで、ここから斉藤八段はそういうのを踏まえて6四歩とついたということですね。現代将棋の進化をまざまざと見せつけるような一着でございました。この6四歩を早くついてしまうデメリットとしては、7四歩から6二銀、7三銀といった早繰り銀が消えてしまっているというのが挙げられます。後手の作戦がほぼ腰掛け銀に限定されてしまうということですね。ということで、稲葉八段はここから7八金と上がりまして、お互いに腰掛け銀の形に進行していくことになりました。6二銀、3六歩、4二玉、6八玉と、この辺は穏やかな駒組みが続いていきます。そして9六歩と突いた手に対して斉藤八段は手抜きで1四歩と逆側の端歩で応対してました。で、1六歩に7三桂ですね。先後同桂になってしまうと先手の研究手順が飛んでくることが多いので、ちょっと斉藤八段が変化した形になります。で、4七銀、だいたい先後同桂になると、形勢はともかく先手が主導権を握りやすいという格好になります。稲葉八段は9五歩と端の位を取って得を主張していきました。そして斉藤八段は6二金と、この形はもう現代将棋のスタンダードという形ですね。そして4八金、5四銀と腰掛け銀に繰り出していくんですが、2九飛車と定番の下段飛車を作って稲葉八段が対抗していきました。そしてここで斉藤八段は4四歩と4五桂の仕掛けを拒否します。で、稲葉八段は7九玉、3一玉、8八玉と、あえてこの6五桂をケアせずに少し誘った形となりました。で、斉藤八段はその誘いに乗って6五桂と攻めていきます。で、仮にここで6八銀と引いてしまいますと、7五歩という仕掛けがなかなか厄介な手になります。一例としては同歩に9歩と一発ここを突き捨ててからの同歩5五角という手順ですね。9歩は突くかどうかちょっと難しいところではあるんですが、一歩入手するために突いた方がいいかもしれません。で、一例として6六角と打つんですが、そこで8六歩同歩、6六角同歩、5五角というのが定番の仕掛けになります。で、6七銀なら8六飛車、8七歩、6六飛車と、さばいてどうかということですね。ちょっとこの展開になると本当に後手が攻め切るか先手が受け切るかという形になりまして、30秒将棋ではちょっとやりづらいということもありまして、稲葉八段は、6八銀ではなく6六銀と上がって穏やかに受けていきました。桂先の銀定跡なりという手ですね。で、8六歩同歩同飛車と斉藤八段は飛車先の歩を切って飛車を通していくんですが、そこで8七金と稲葉八段上がりました。8七歩8一飛車だとちょっと先手の主張点が難しいということですね。形はちょっと悪いんですが、この9五歩の端の位を生かして盛り上がっていこうという手でございます。で、斉藤八段は2二玉と入城させるんですが、そこで稲葉八段も5八金と、この金を王様に近づける有効な手待ちをして待機してきました。
斉藤八段はこの形が最善形のみて3一玉と待機していきます。後手番なので千日手になれば万歳と、で先手陣に隙ができれば仕掛けていこうと、そういった手ですね。稲葉八段は5六歩とこの5四の銀を追う準備をしていきます。で2二玉に、まあ、5五歩と突く手もなくはないんですが、7五歩とこちらから仕掛けていきました。 B 面攻撃というやつですね。まあまあよくばこの盛り上がった形を生かして入玉という視野もあったかもしれません。で同歩に同銀と盛り上がっていきます。でここで斉藤八段に7七歩という軽手が出ました。で仮に同桂と取ってしまうと、取って取って6五銀というのが先手にとってかなり厄介な攻めとなります。一例として7六歩と、まあ向こうから7六歩を消す手に対しては5六銀と出まして、同銀に3八角と両取りに打つ手がありますので、これはちょっと先手が困ってしまいそうということで、稲葉八段は6六歩と桂馬を取りに行きました。でここで斉藤八段が5七桂成という技を見せます。同金に4八角が金桂の両取りですね。まあ、これで決まったかに見えるんですが、稲葉八段も4九桂と、まあ、金と桂の両取りを同時に受ける手を指して、で均衡が保たれていきます。ここから斉藤八段としても、もし次5八金と引かれると終わってしまいますので、5七角成同桂に6七金というのが用意の攻めでした。これが次5七の桂取りと7八歩成を見せた非常に厳しい一着でございます。で稲葉八段は7七金と、まあ、7八歩成は許せないのでこちらの歩を取っていきました。で5七金と斉藤八段が駒損を回復して3八銀と稲葉八段辛抱していきます。まあ、かなり辛い辛抱にも見えるんですが、先手は駒得しておりますし、まあ、9号の位も非常に大きいので受け切ってしまえば、まあ、攻め合いで勝つような含みもありますし、場合によっては本当に入玉してしまうというルートもありますので、十分頑張りがいのある局面ですね。そして斉藤八段は6五歩とこの5四の銀に勝つを入れていきます。でここで稲葉八段は3五歩と攻め合いに転じました。受けていてもキリがないということで、まあ、2二の王様を攻めた一着でございます。まあ、2九の飛車がこの2二の王様に直射しているので非常に厳しい攻めとなっておりました。で斉藤八段はここで6六歩と取り込みまして、同銀に5六金と金を活用していきます。5六金は狙いを秘めた一着で、仮に1五歩のように手をこまねいておりますと、6六金同金に8六飛車と、これが王手金取りになるという非常に怖い一着でございました。まあ、ということで、まあ、そこから7七玉と上がって耐えるような展開もなくはないんですが、かなり危ないということで、稲葉八段は無難に7五銀とかわしていきます。で斉藤八段はこの守りの銀に7四歩とアタックをかけまして、同銀に空いたスペースに7五桂と打っていきます。まあ、これが次の8七歩や6七桂成という攻めを見せたかなり厳しい一着となっております。ただやっぱりこうなってみると9五歩の端の位が大きく、若干先手ペースという進行になりました。そしてこの7五桂あたりからは早指し特有の2点3点のスリリングな終盤戦となっていきます。実戦はここで7六歩と稲葉次男が強く攻めを催促していきました。まあ、ここでは3四歩同銀2四歩という手段も非常に有力だったんですが、稲葉八段は端の位が大きいので受けに回ってやれると見ているわけですね。ただ6七桂成8七金に斉藤八段が7七歩と垂らしたのが巧妙な一着で、次に7八歩成は許せませんので同桂と取るんですが、そこで7五歩とうまく食らいつきまして、ここで斉藤八段が再びペースを握りました。まあ、同歩と取るしかないんですが、そこで3五歩と手を戻すのが落ち着いた一着ですね。放っておくと次に6六金と寄って7六歩と打つような手段がありますので、稲葉八段は8五銀と粘っていきます。ここで厳密に言うと3六歩と突いてこの桂馬を取って6六桂を狙う手が非常に厳しく後手が優勢だったんですが、6六金と寄ったために6八歩と稲葉八段が催促した手がうまく、これでまた形勢が混沌としていきました。まあ、同成桂と取るようではちょっと攻めが遅くなりますので、7七成桂から清算していくんですが、まあ、同金同金同玉と清算するとちょっとやっぱり端が非常に広いので、実戦的には稲葉八段がペースをつかんだ戦いとなりました。斉藤八段は一発6五桂を利かして8七玉に3六歩と突き出していきます。まあ、3六歩では7七金と王手して9七玉に9四歩と端を攻めていく手も非常に有力でした。
で、同歩まで利かせて3六歩と突くというわけですね。で、いつでもこう桂馬を取って7三桂を見せる手がありまして、これなら若干後手がリードという戦いだったようです。単に3六歩と突いたので稲葉八段に狙いの攻めが炸裂して、ここからまた先手がペースをつかみました。それが2四歩ですね。同歩に4五桂と、一見ただの桂のただ捨てなんですが、同歩に3四歩と打っていきます。で、同銀と取らせて、狙いがよくわからないようなんですが、6六角が稲葉八段の狙い筋、攻防の一着でございました。7七金と打たれる手をケアしつつ、例えば5五金なら4四角で2枚替えで抜いてしまおうという手でございます。5五金4四角の抜かれ方ではちょっと後手が勝てないということで、斉藤八段は5五桂という非常手段を見せていきました。これで4四角から同じように2枚替えになってしまうんですが、先ほどと違って持ち駒に金が残っているので、先手玉への攻めが残っているという考え方でございます。で、ここで稲葉八段としては、単にやはりそれでも4四角と打つ手は非常に有力だったり、あるいは1回2四飛車と緩めておくような手も非常に有力だったんですが、3三歩と叩いていきました。この手が若干疑問者だったようで、再び斉藤八段がペースをつかんでいきます。で、同金に3五歩と打って、同銀に5六歩と催促していきます。で、ここで7七金から実戦は清算したんですが、4六銀と使っておく手も非常に有力でした。5五歩なら同銀引きと丁寧に面倒を見て完封しに行くような指し方でございます。で、8八角に7七歩とこの角を無効化してじっくり戦っていこうという展開でございます。こういう手も非常に有力だったんですが、実戦は7七金から清算して、この5五の桂馬を助けようという手段を取っていきました。で、同角同桂成同玉3七歩成同銀4七桂成という形で、斉藤八段がうまく成桂を助けて、リードを維持していく格好になりました。稲葉八段はここから3四歩と打ちまして、同金なら2六桂などの食らいつきを見せていくんですが、ここで4四角と斉藤八段が一発王手を放っていきます。これもまた攻防の角という感じですね。で、稲葉八段は8七玉と普通にかわす手も非常に有力だったんですが、5五桂馬とここから合駒して、場合によっては4三地点を狙って後手玉への攻めに効くような形を取っていきました。で、ここから斉藤八段は3四金とするのではちょっと守備駒が上ずってしまうということで、3二金と冷静にかわしていきます。で、4五歩と取りまして、同銀に、仮にここで4三金なら同金と取られまして、同桂成が4四の角が効いていてできないので、稲葉八段は2七桂という手をひねり出してきました。これ次3五桂同角と角の位置をずらせば、今度こそ4三金が指せるということですね。ただ3七成桂と冷静に銀を補充して、後手のリードが続く格好になっております。で、3五桂同角に稲葉八段は4三金と食らいついていきます。これで先ほど言ったその角の利きをそらしたことで4三金が打てたということでございます。で、斉藤八段は4二歩と受けて、4四角同角同金と進行していきました。4五の銀取りに当てつつ、次の3三銀からの攻めを見せた一着でございます。斉藤八段はここで6五桂と反撃に転じます。逃げ方によっては一気に勝ち切ってしまうという非常に恐ろしい一着なんですが、稲葉八段は7六玉と返していきました。で、そこで4七角と打って、飛車がかわせば5六角成からこの4五の銀に紐をつけつつ、5五の桂馬を狙おうという手を斉藤八段が指していくんですが、ここで稲葉八段が2四飛車と走ったのが、厳密に言うとちょっと疑問手で、斉藤八段が NHK 杯戦初優勝に大きく近づいておりました。で、2三歩に2六飛車と引いて我慢していくんですが、ここで運命の2択ということになっておりました。もしここで斉藤八段が2五銀と打っていれば、斉藤八段が NHK 杯戦優勝にかなり大きく近づいていたんじゃないかなと思います。2五銀と打っていれば本譜の追い込みの手順がなかったということですね。実戦は3五銀と、金と飛車の両取りに打って、一見非常に良さそうな手なんですが、これが致命的な大悪手となりまして、稲葉八段が逆転に成功します。それが3三銀で、同桂と取るしかないんですが、同歩成同金同金同玉の時に、後手玉の包囲網を破る必殺の一撃が生まれました。それが
4三金ですね。仮に3四玉なら3三金打ちとお尻から打って詰んでしまいますし、まあ、2二玉も3三金打ちと打って後手玉が詰んでしまいますので同歩と取るしかないんですが、そこで同桂成同玉2三飛車成と追われていた飛車が成り込むことに成功して一気に先手が逆転に成功しました。まあ、斉藤八段としては本当にもう 3号銀非常に悔やまれる一着だったんじゃないかなと思います。でここから仮に3三金と打てば一応詰みは免れているんですが3二角と打たれまして5二玉に一回6四桂などを利かしまして2一竜とかで戦力を削るだけ削って6五角成と手厚く刺されますと、まあ、ちょっともう後手がどうしようもない格好になってしまいます。次に7三桂という大手が残っておりますので、まあ、例えば5六角成とかだったらまあ7三桂馬と打つ手が非常に厳しいということですね。まあ、同金なら5一竜同玉5二金から詰んでしまいます、まあ、ということで、この変化はちょっともう負けてもさせないということで斉藤八段は潔く4二玉と引いて、まあ、詰まされる順を選びました。もし詰まし損ねてくれれば逆転7七金から逆転できるという手なんですが稲葉八段は3三角と正確に追い込んでいきます。で4三玉とかして一見詰まないようなんですが、まあ、例えば4二金とかなら5四玉とかして、これは後手玉もかなり耐久力ありそうなんですが、ここで稲葉八段は必殺の一撃を用意しておりました。それが4四角成ですね。まあ、これが詰め将棋のような鮮やかな両手で、仮に同玉なら5五金で詰め上がりとなります。4四角成が素晴らしい一着でした。実戦は斉藤八段5二玉と粘るんですが、まあ、そこで6四桂と打たれて投了となりまして、これで稲葉八段が悲願の NHK 杯戦初優勝となりました。以下仮に、まあ6三玉なら7四金で一手詰めになりますし、また6一玉と引くのが一番粘りが効きそうなんですが、2一竜とされまして5一桂に4三馬と突っ込む手があります。仮に5二銀なら7二金同金に5一竜と切りまして同玉に5二馬まで詰んでしまいます。また4三馬に対して7一玉と寄る手も5一竜と取りまして、まあ、6一に合駒しても7二金からばらされて同金に、ごめんなさい、バラすんじゃなくて同金に6一竜とされまして8二玉に7二竜まで詰んでしまうというわけですね。まあ、非常に稲葉八段が最後は鋭い攻めを決めて、まあ大逆転と言っていくか分かりませんが逆転勝ちということになりました。また6四桂に対して、5一玉と引くのも5二金からバラしていって同金同桂成同玉に5三馬6一玉6二金という寄せが決まります。ということで稲葉八段が最後ですね、斉藤八段の失着を見逃さず鮮やかに決めて NHK 杯戦優勝ということになりました。まあ、斉藤八段としてはやはりここですね、この3号と2号が天国と地獄を分けた一着となったと思います。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。稲葉八段初優勝おめでとうございます。斉藤八段も本当にお疲れ様でした。それでは失礼いたします。